岸高の高野の話聞くぜ。はい、ということですね。先週までね、岸高の高野の話聞くぜって言ってたんですけど、これがですね、進藤辰巳のゴミラジオみたいだったので、ちょっと変えてみました、音をね。パクリかと思われたらね、お互いね、損なんでね。はい、ちょっと変えさせていただきました。申し訳ございません。はい、ですね、こちらはお悩みの方、皆さんからのお悩みを私、岸高の高野が解決していこうというコーナーでございます。はい、ということで、皆さんご機嫌いかがでしょうか。今日もお悩みの方来てます。答えていきます。春組織の具志堅ですね。春組織の具志堅。後輩です、僕の。はい、お悩み来てます。好きな食べ物がピザなんですけど、それを話したらみんなに笑われます。どうしたらいいですか？好きな食べ物がピザなんですけど、それを話したらみんなに笑われます。どうすればいいですか？お前に自信がねえからだよ！お前が、まあ、ピザとか言ってっと、ピザなの？ってなるんだよ、相手は。ピザです。って行けよ、お前。好きな食べ物何ですか？ピザです。これでいいんだよ。はい、ちょっと、見てる。見てるね、今みんな。やってみ？俺が好きな食べ物何ですかって言うから、そんな感じで行くよ。好きな食べ物何ですか？そう。なんでやらせたんだ？いや、ピザです。とか、お前言いそうだもん。いや、まあ、ピザです。で、ピザって言ったらなんかちょっとなんか、大喜利の答えみたいになっちゃうのよ。普通に、ピザとか好きですね。って言ったら全然、そう、なんないじゃん。嫌なんだろ、お前は。好きな食べ物で笑われるのが。うん。俺もだから、小学校の頃、なんか、好きな食べ物何ですかって言って、なんか、おじやって答えちゃったことあって。それは笑われたよ。だって、締めだもん。俺だけ。みんななんか、鍋とかならいいじゃん。ラーメンとか、そういうなんか、うん、そういうならいいけど、おじやって締めだもん。うん、そうだろ？だから、ダメなのよ。ピザです。じゃあダメ。あ、ピザとか好きですね。とか、あ、ピザです。とか、堂々と言えばいいから。うん。ピザ好きだし、みんな。でもまあ、確かに、1位に来るかどうかって言われたら、あれだから、お、ピザって言われたって、なんか思っちゃって、なんかちょっと、へって笑っちゃうのかもしれない。うん。だから、あ、ピザとか行きたいっすね、とか、何食べたいとか聞かれたら、あ、ピザとか好きなんですけど、って言って、ああ、ピザね。じゃあそこの店行こうか、とか普通に言ってくる。お前何食べたいって言ったら、ピザ。とか言うから、笑わす感じになっちゃうんだよ。もうお前の言い方だけ、それは。うん。あと、お前、この間なんか俺が、飯誘ったよな。うん。珍しいよな、お前と二人で飯行ったの。で、行きますって言うから、あ、お前何食べたいのって言ったら、委ねるなーって言ったな。あれ、どういうことだ、マジで。ツッコミ間違えてるかんな。マジでびっくりしたもん、俺。違う。先輩って言うよ、そういうこと。俺も、言われたことあるし。じゃあ、飯行こう、高野って言って。何食べたいって言ったら、あー、なんかお肉とかどうですかとか。そういうの言うからね。後輩って。で、肉かーとか。あ、なんか、魚とかどうですかとか、どうですかって言ったら、あー、魚昨日食ったんだよなーみたいな会話しながらこう歩いてて、じゃあそこ行こうって先輩が言うもんだから。な、お前、委ねるなーって。全部を拒否したじゃねえか、お前。ダメだよ、それは。はい。わかった？具志堅。具志堅には結構これからもどんどん言っていこうと思ってたんだよ。お前のいけないところ。すごいお前の言い方とか面白いから、うん。笑っちゃうんだけど、多分その言い方で、損することとかもね、出てきちゃうから、ここはなんか面白く言うところ、ここは普通にちゃんと伝えたいところっていうのをメリハリをつけれるようになったらもっといいと思う。ツッコミなんだからね。うん、はい。ということで、具志堅今日解決できたんじゃない？うん。ということで、こちらの動画、高評価、そしてこちらのチャンネルの方、チャンネル登録お願いします。ありがとう。